玩ング修理者は、小林太蔵の短編小説、及びその映画化、舞台化作品、著者のデビュー作であり、第2回日本ホラー小説大賞短編賞を受賞した、短編集、玩ング修理者の表題作で、追放する男と共に収録、喫茶店で会話する二人の男女、女は奇妙な思い出を語り出す。彼女が、まだ幼い頃、 近所に住んでいたというガング修理者は、大人たちは誰も知らず、子供たちだけが知っている、秘密の存在。ガング修理者は、頼めばどんなおもちゃでも直してくれる。人形や車のおもちゃ、果ては、複雑なゲームソフトまでも。親が怖い子供たちは、壊したおもちゃを、こっそりガング修理者のところに持っていくのだった。ある日、彼女は、弟の道をおんぶして、 両親のお使いに行くときに猫の死体を持った少女に出会う。ひっかくからと猫を踏み殺してしまったが両親にバレると怒られるから玩ング修理者のところに持って行くのだという。少女を見送った後、女は歩道橋から転倒し誤って弟の道を死なせてしまう。怒られると直感した幼い彼女の脳裏に玩ング修理者のことがよぎる。玩ング修理者は 他の少年が持ってきたモデルガンと弟の道洋が解体されるのを見ながら、転倒の怪我により自身も意識を失う。再び目を覚ました時、ガン修理者はワープロを修理していた。ワープロには猫か道洋のものと思われる生態が使われており、猫の目はモデルガンの玉がはめ込まれていた。会話相手の男が弟であり、女は転倒した際に顔の位置、 4を失ってしまいガン具修理者に修理されたことで、彼女が常に室内でサングラスをつけている理由が猫の目を埋め込まれたため、光を見ると目が細くなることを見せつける。さあ、見て。これでもう逃げ場はないわ。私の左の瞳は強い光を受けると細くなるのよ。猫の目だから。姉さんは一体何者なんだ道をこそ何者なのメームによるコミカライズ。 2002年に渋谷区フロントで公開され、2週間ドリンク付き、低料金上映という新形式での上映形態も、話題を集めた。原作のスプラッター描写は抑えられ、ファンタジーテイストに仕上げられている。撮影は当時導入例の少ない HD1080-24P で行われた。アジマリカムにより、2004年4月10日11日、シアトリカル大店員で公演された。 abcd 106号刊末特別付録宇宙船イヤーブック2003宇宙船ボリューム106朝日ソノラマ2003年5月1日140ページ雑誌コード01843から05小林太蔵玩ング修理者角川書店角川ホラー文庫1999年4月 ISBN4 から04から34万7000 1から0。解説より、ハットメーム、小林太蔵、ガング修理者、角川書店、角川コミックスエースエクストラ、1999年6月。ISBN4 から04から71万 3256X。ありがとうございます。